ピカソ成功の要因、人類史上最も経済的に成功した芸術家と言われるピカソ。ピカソといえば抽象的な作品が思い浮かぶかもしれない。しかし実は様々な絵を描いている。彼が残した生涯の作品数は約15万点、生涯におよそ 13,500点の油絵とデッサン、10万点の版画、34,000点の挿絵、300点の彫刻と陶器を制作した。最も多作な美術家であるとギネスブックに記されている。晩年まで精力的に活動し、亡くなる91歳まで作品を作り続けたという。芸術の世界で天才と呼ばれるピカソ。特別な才能、感性、技術、革新性があったように思うが、見逃せないのがピカソが多作だったという事実である。圧倒的な行動量で作品を生み出し、その中から数々の名作が生まれた。ピカソは作風が目まぐるしく変化した画家としても有名である。様々な手法を試し、新しい表現方法を誕生させ、美術史に革命を起こした。彼は芸術的な成功について、行動こそが全ての成功の基盤であると述べている。あらゆる分野においても、成功するためには行動が必要不可欠である。